マシュー・ブライアン・ブッシュはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のテキサス・レンジャーズ所属。ミッション米高等学校の最終学年時は遊撃手として打率、450、11本類打、35打点、投手として9勝1敗、防御率0.42を記録。 守備力と強権が評価され、ドラフトでは遊撃手として上位指名候補となる。2004年の MLB ドラフトで全体1位指名権を持っていたサンディエゴパドレスは、大学ナンバー1投手のジャスティン・バーランダーやスコット・ボラスの顧客で契約金高等が予想されたジェレット・ビーバー、スティーブンド・ドリューラの指名を避け、地元サンディエゴの高校生であるブッシュを指名した。 ドラフトの2週間後にナイトクラブで乱闘騒ぎを起こして告訴されるという事件もあったが当時の球団史上最高額となる315万ドルの契約金で入団に合意高校生遊撃手のドラフト全体1位指名は1993年のアレックス・ロドリゲス以来11年ぶりであった同年は主に参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスでプレイしたが29試合で 打率1割台に終わる。2005年も打撃成績は上がらず、A 級フォートウェイ,インティンキャップスで打率、221オプス555に終わる。2006年はスプリングトレーニングで足首を痛め、ルーキー級アリゾナリングパドレスと A 級フォートウェインの2、球団合計で22試合の出場に止まった。2007年に入っても打撃内容は改善されなかったため、 シーズン中に、投手へ転向した。ルーキー級アリゾナリングパドレスで7回1、3を投げ、16奪三振を奪う回答を見せた、ブッシュだったが、A 級フォートウェイン昇格5発の登板で、右ヒーチの人体帯を痛め、トミー・ジョン手術を受けた。2008年は、リハビリのため全休となったが、8月に、パブでの喧嘩で負傷するという不祥事を起こした。2009年2月4日、 泥水した状態で高校の敷地内に入り込み、規制を発したり、ゴルフクラブを投げつけるという事件を起こした。この事件の影響とクリフ・フロイドの加入により40人枠を外され、2月10日にトロント・ブルージェイズへトレードされるも、素行上の問題のため4月1日に自由契約となった。2010年1月28日にタンパベイ・レイズとマイナー契約を結び、 三年ぶりに実戦復帰を果たした。2011年は野手時代も含めて過去最高レベルである A 級のモンゴメリービスケッツに昇格し36試合に9円登板した。防御率こそ4.83だったが50イニングで77個の三振を奪い、脱三振率は13.8という極めて高い数値を記録した。 6月10日には、レーズの40人枠に入った。2012年3月22日に、チームメイトのブランドンガイヤーの所有する車で、飲酒運転の上引き逃げ事故を起こし収監され、これに伴い、制限リストに登録された。当初100万ドルを超える、保釈金が設定され、後44万ドルに減額されたが、それでも、保釈金を用意することができず、 引き続き収監されることになった。レギュラーシーズン終了後の10月6日にレーズを自由契約となった。12月14日には司法取引が成立し、3年間の収監が決まった。その後は収容者番号 C07392 として、ジャスパーにあるハミルトン共生施設に収容される。 釈放予定日は2016年5月25日だったが、2015年10月30日に出所した。2015年12月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2016年は参加の AAQ フリスコラフライダーズで開幕を迎え、5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日にメジャーデビューを果たす。 5月15日に起きたブルージェイズ戦での乱闘でホセバティスタに恋支給を行ったとして17日に MLB から罰金処分が課せられたことが発表された。前述のように不祥事ゼロというわけにはいかなかったもののリリーフ陣の一角に定着。58試合に登板して7勝2敗1セーブ、防御率2.48、ホイップ0.94という見事な成績を記録し、 ドラフト全体1位指名選手としては長い回り道の末、成功を収めた。2017年は前年と同程度の57試合に登板した。一時は、抑えも務め、3勝4敗10セーブを記録する一方、防御率3.78、ホイップ1.45と投球内容は大幅に悪化するなど2年目のジンクスに苦しんだ面もあった。オフには、右肩の手術を受けた。 2018年は21試合に投げたが、6月13日がシーズン最後の登板となり、9月には右肘の手術を受けた。オフの11月30日にノンテンダー FA となったが、12月17日にマイナー契約で再契約した。2019年は6月に AA 級フリスコで実戦復帰したが、7月に再び右肘を痛めて、 自身に度目となるトミー・ジョン手術を受けることとなった。オフの11月4日に FA となったが12月16日に手術直後という点を考慮して2年間のマイナー契約で再契約した。2020年は前年の手術、マイナーリーグ自体も新型コロナウイルスの影響で試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の出場はなかった。 2021年はシーズン開幕日である4月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月3日のカンザスシティロイヤルズ戦で3年ぶりのメジャー復帰を果たしたが12日に屈筋を痛めて故障者リスト入りした。175cm と小柄ながら最速 100.9mph、平均 97mph のフォーシームと 平均91マイルパーアワーのスライダー、平均80マイルパーアワーのカーブなどを投げる。野球メキシコ代表監督のエドガー・ゴンザレス曰く、メキシコ代表資格があるらしく、前向きに第4回 WBC メキシコ代表入りを検討しているとのことだった。ありがとうございます。